久しぶりだね。てめえは、なんでここに。まったく、僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ君は。口数は少ないけど、行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃ、いいライバル同士になれたのかもね。君最高だね。君は今までの自分とか人間関係とか、そういうものにとらわれない。いつだか心は実は羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智、あんた。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうして指導なんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。指導か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさ、そんな時だ。知っちまったんだよ、認知の異世界ってやつをさ。カスをくれ、てめえ。別にいいだろ、どうせやつら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う。人殺しと一緒にするな。それがどうした。やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳元で囁いてやるんだよ、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は
俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。そうだな、語り合う言葉はもう必要ない。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリしな。いや、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走、真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のはお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナー。なんだ今の、ロビンフッドじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。敵のやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの黒い敵強化状、敵の相性さえ分かれば。まだやれる。まずはお見事。今の暴走を人間相手にホイホイ使ったってのか。こいつ惹かれてる。まあさすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損なった相手だ。直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。いよいよ来るぜ、気合い入れてな。
これもまた私さあ、仕留めろ、ヴェルソナーやってやる。ケルベロス喰らえ。ヴェルソナー、そこをどけ。ペルソナ、はい。ぐ、参ったな。本当の実力見せてなかったのはお互い様だったってわけか。なめるな。ヴェルソナロックス、今のはお見事だ。ヴェルソナ、別の手があるはず。こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から踏み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。もうやめて、相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのになんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが俺は、指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ、もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと、あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するにどっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたってそんなの。ざまれざまれざまれ仲間、それが何だっつーんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。そうだな、こんなクソなやりとり。今のは黒い仮面。あ、あやつは来ないのか。あの黒い仮面の黒い仮面、まさか、もしかして金城が言ってたのも。パレス、シパレス、そい。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件はやっぱり。ああ、でもいいな、こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。
俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと？お前だって物足りなかったんだろ。本当はこうしたかったんだろ。俺とお前どちらかくたばるまで殺して殺して殺し合う手加減なんてクソくらいだよ。ああ、想像しただけでゾクゾクする。シドの評価知らねえよ。お前をぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来いロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと？なんてやつだ。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねー、社会のゴミの分際で。殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの能力は不明、みんな警戒して。敵の相性さえは向こうの方が戦力が上よ、無理はしないで。
せよ、ロッキー。いいだろう。分かってる。懲りたよ。いいよな、お前は。
仲間に囲まれて認められてさ、しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんてなれなかった。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のこと許すつもりはないけれど、あなたのことわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ち。だがいざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つうか一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる。そこはすっげえわかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの。邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろう。理解を超えてるよお前らは。明智、もう一人だと。まさかこいつは指導の認知症の明智か。お前らは後だ。指導船長の命令だ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。行け。バカだ、死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてちゃ全滅だろうが。明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよな。お前こんな時に。指導を改心させろ。俺の代わりに罪を終わりに頼む。この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは本当に。我は何時、何時は我、何時ここ気づきま。よし。貴様、最後の相手が
人形だった俺自身か。俺は明智くん。モナ、開ける方法。反応が、うん、そこだ。いたしましょう。さみ、おう、ああ、おう、それにすんの。じっくり見ろ。ああ、どうだ。よし、裏に使うんじゃねえぞ。お、そっちに行ったら。よし、あ、どうだ。あ、そっちに行ったか。お、それにどうだ。
新商品があるぞ。最近人気のモデルだ。よし、どれにすんだ。そうか。おう、あ、そこ壊すんじゃねえぞ。リボルバーに比べて弾数が多いのがオートマチックの特徴だな。まあリボルバーのマニアもいるか。それにすんといいだろう。使うんじゃねえぞ。おう、あ、どうだ。よし、どれだ。壊すんじゃねえぞ。おう、それにいたずらに使うんじゃねえぞ。よし、あ、気に入ったか。おう、あ、壊すんじゃねえぞ。よし、あ、どうだ。そうか、ありがたく思え。ああ、おう、ああ、なんか企んでやるな。また来い。いよいよだな。あ、準備済みだ。見ろ、これをこうすると。いつの間に。こんなの作ってんなら先言え。敵を欺くにはまず味方から。
なかなかのセンスだな。イケてる。これなら目覚まさせてやろうぜ。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃん、はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらを全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。これその男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、ようやめさせろ。その卑劣な男の正体は、なんや、ええとこで。おお、警察意外と素早いね。でも敗残で。その男の正体はあろうことか現職の閣僚、特命担当大臣獅童正義。マジか、すげえ、マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠に、この通り私たちは誰も死んでなんかないよ。嘘かどうかお偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いや、まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはね。だろ、いいだ。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし。はい、はい、ただいま確認中でして。いいだろう、ひねりつぶしてやる。今の予告は残党の仕業か。
言っておくが、今まで通りな。私の最強国家に賊はいらぬ。私と私を敬う者があればそれでいい。間違った大人は命がけで止める。それが怪盗団だ。彼はもう一人の俺だ。くたばれ。ベルトだ。やるわ。容赦しない。さすがクイーンだな。やってやる。いやダメだ。ペルトラ。ミシャモンテ。やってやる。怯えているのか。ベルトだ。ご覧あそばせ。やるな。我は何時行くぞ。
Yeah.
容赦はしないのだ。すげえ、神回避だな。起きなさい。やんな。どう？痛いかしら。
証拠だ。この謎栄光は無意味だ。やめていろ。よし、ここから始まる。ダメだ、とても間に合わない。俺が行く。てめえら捕まってろよ。リュウジ、ここで走んねえで。いつ走んだ。行け！
改心のおかげなんだろう。やっぱりな。ずっと目隠しされてたからどこに連れてかれたかわかんねえけど。書くか。よし。